いいと思います、はい、ゲーム通しながらシーズンを通しながら、悪い部分もいい部分も出てきていて、はい、それをしっかりチームとして一つ一つですけど改善して取り組んでいってるので、はい、いい感じで来てるかなと思いますね。やっぱ一番最初に出てくるのは栃木での負けというか、はい、栃木の開幕戦で栃木に行って試合した時のゲームが、はい、1戦目負けてしまって、はい、まあ、でも2戦目、しっかりチームでやることをやって勝つことができたっていうところで、はい、やっぱり去年の悔しさがある分気持ちもちろん気持ちがあって入っていったんですけど、ちょっと空回りというか、はい、個人的にもちょっとあったかなと思いますし、はい、やっぱ結果として負けてしまったっていうのはまた去年のことを思い出したというか、はい、でも、しっかり2戦目切り替えてチームで戦えたっていうところはまた自信にもなりましたし、はい、やっとスタートもう一回スタート切れて、はい、いけたんじゃないかなと思いますね。あんまり変わってないですかね、はい、まあそうですね、挨拶が増えたとかそういうことぐらいですけど、はい、特に僕がやることはあんまりもともとポジションもガードというところでしっかり周りを見ながらというかチームが、気持ちよくプレーできるようにというところを、心がけてやっているので、はい、そういう部分で周りに気を使ったりとか周りと一緒に頑張るっていうところでは、はい、あんまり大きくは変わってないですね。いつも、応援、熱い声援をありがとうございます。本当に僕たちの力になってますし、毎試合、パワーをもらってます。しっかり去年の悔しさも忘れずに、ファンの皆さんに対して、また恩返しができるように後半戦頑張っていくので応援よろしくお願いします。